はい、おはようございますということで、徳島県を盛り上げている芸人小屋健太でございます。今日はこちらやね、中野駅の漫画喫茶を出て、東京タワーに向かってます。アイアムアイちゃんと待ち合わせをしてるんで、ちょっと行きましょうか。お、見えました、東京タワー。この先にアイアムアイが待ってるはずです。いましたよ。わー、アイアムアイや、アイアムアイや、やった、小屋健太、小屋やった、めっちゃちゃんと言ってくれてる。アニメイトもあります。アニメイトもある。行こう、やった。誰が東京タワー来てアニメイト行くんですか。じゃあ今日はちょっといろいろ東京タワーでやりましょう。東京っていう場所もね、うん、もう言うてるから東京のタワーやから、嬉しい。ちょっとご飯でも行きましょうか。行きましょう。キムさん、キムさん、ここ何ですか。これは金サソリです。かっこよ、名前で選んでるやん店。金サソリ、金サソリ、かっこいい。汁なし担々麺の金サソリ。いろいろありました、ピザとかね、うん、なんか美味しそうな、いろいろあったけど名前で決めました我々。ね、金サソリ、うん、メテさんが、うん、これが、うん、汁なしパーコーメン、汁なしパーコーメン、うん、え、キムさんは冷やし担々麺。細女しか食べへんやつ食べてるやないですか。プリミアで東京タワーに来て。こんなわけわからんのとギャル飯を食べるという。最高やで。この後ちょっと上も行きますか、ほら。せっかくやし、あ、やったやった、いただきます。東京タワーメインデッキに入ります。やったメインデッキや、上に行くぞ。嬉しいよ。渋いな、なんか全部が、うん、全部が渋い、こんな感じのところにいてます。綺麗な、初めて行く、初めて行く、テンション上がる。最高やで。140って書いてる。110下がってきてんのか。80、すぐ近くに行ってる、大変や、下がってきてる。すごいな、メートル、これメートルなんですかね。ここがなんぼなんやろ。ゼロ、ここゼロ。50、1、あとちょっとや、うん、頑張れ、いけ、下がってこい。80何、もう一回。なんで、あ、RF、 RF だ、 5F、 4F、 3F、 あ、すごいだ、綺麗、綺麗、綺麗な場所や、きらびやかや、めっちゃ変な見にくい鏡がある。いっぱいドラみたいな、うん、すごい、行きましょう。ああ、よけよけ、登ってる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 、すごいすごいすごい、行ってる行ってる、おー、どこまで行くの。怖くなっちゃった。すごい、大丈夫、行ってる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 、限界しない。白、白、黒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 、怖い、どうしよう。もう、着いた、着いたん、着いた、着いた、と、ウェルカムトゥ東京タワー、始まるよ、始まる、ありがとうございます。ありがとうございます。来た来た来た、え、英語で作ったタワーがある。ウェルカムトゥ、いろんな帽子、あ、ほんまやほんまや、おしゃれなことしてる。ちょっと、あ、わかりやすい、こ、日本ビーキや、だいぶ上に。おっしゃ、じゃちょっと見に行きましょう。行こう行こう行こう、東京タワーのメインデッキ、入ったね、入っていきましょう。お、すげえ。うわ、おいおい、ビルだらけやな、ビルだらけや、ちょっと景色映そう、墓いっぱいあるわ。あ、嫌なこと言われた。お墓、一発目お墓かい。うわ、すごい、ビル群が、これが東京ですよ、皆さん。すごいな、あれスカイツリーやん。あ、スカイツリー見えるかな、あるすげえな、あのマンションこれか、うん、細い、あ、ペラ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 のマンション、あの下が、うん、弱そう、倒れそう。ほんまや、これパターン行きそうですね、ローキックに弱そう。めちゃめちゃローキックが効くマンション。モハメドアリやん。あ、ほんまや、猪木のあの蹴りキックでアリキック、アリキックね。これは対策ができたぞ。上から見な分からんかったことやもんね、こんなペラペラな、すごいな、
重量感あると思ってたけどな、あの下の感じ。そう、でもこれだいぶ薄い。なんか変な形やな。ウェハースみたいな。こういうでかいやつは足元狙えばいいから。でバーン倒せるからね。うわ、すげえ、めっちゃ高い。高いなぁ。あ、またお墓落ちた。あちょ、それ何ですかそれ。これ、あの、下見えます。しっかり見える。うわぁ、やばい、ちょっと。ちょっと余裕やな。ええすごっ。うわすごっ。メテさんは分からん。割れへん。割れる。割れる。怖っ。いやいや、めちゃめちゃ無理。怖っ。大人二人だったら割れます。いや怖っ。ギリギリやな。もっと強くする。あ、危ない。割れるよ。怖っ。めちゃくちゃ危ない。うわこれすごいな。怖いな。怖っ。ここにほんまに怖い。ああ、あかん気がするな。うん、一回乗ってみて。頑張って両足乗せていいんかな。危ないよ。終わらん。大丈夫。パリン行きます。ここからすぐ5枚くらい多分あるはず。ここからすぐ。赤ちゃん、赤ちゃん。うわ、なんか床スパイダーマンみたいでかっこよ。今気づいた。スパイダーマンゆかじゃん。かっこいい。軸歪んでる。軸歪みゆか。お、こうやって映したらなんか結構。おお、しっくりなんか。ほんまに。顕著だ。伝わるね。おお、ちっちゃい。もうこれ一個や平気や。ああ、これ。舐められてたまるかいやよ。おお、すごい。こっちにもあるやん。こっちがメインやん。さっきのところより。あ、余計痛そう。うわ、すごいな。すごい。おお、いくな。メテさんも。行きます。おお、行ってる。わ、ほんまにね。あ、気持ち悪い。ああ。電流爆破の時の触った死ぬやつついてる。どうしよう。上の方が怖かった。上めちゃめちゃ怖い。下のガラスに見とれてたけど。むちゃくちゃ。いろんなとこ見たらあかんなちゃう。そういうことですよ。東大元暮らしの逆というか。うわすごいな、これも。ここ痛そうやな。ほらもう終わりよ。ガン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 で、あの道のとこにこう。怖い。めちゃうわキムさん、これちょっと行きますよ。ここから1頭で、うん、2,3,4,5 でこれ、うん、回したらブルってなって目押ししたらなんかこれ東京バカデカカバンとかもらえるらしいです。ゲットしてほしい。行きましょう。はい、あ、はい、音音鳴ってる。お、代表。はい、お、なにこれ。何これ。何一つ何でもダーダーかダーダーダーこれ8人召喚リーチもかかんないギャルみたいな話をもらいました。はい、ということで東京タワーから移動してきて、はい、こっちに東京ドームがござんすね。はい、もうザ・ベタな東京観光ということで巨人の本拠地ですね。はいはいはい。ちょっとなんか写りのええとこ行って写真でも撮りましょうか。うん、ということで、はい、東京ドーム、うん、来ましたね。ザ・ベタベタ東京ツアー、はい、始まってますね。楽しんでますよ。ビールを、はい、キムさんにご馳走していただきました。ありがとうございます。キムさんです。キムさんです。乾杯しましょうか。行きましょう。これはやばい。あ、うまいわ。今日はライブがあるみたいでギャルたちが前を通りまくってジャニーズの、うん、ジャニーズの見られてますね。アイアムアイを見ろっちゅうんだぜ。アイアムアイのファン層ではないですね。違いますか。小屋犬ファンも一人もいない。小屋犬ファンは大喜利の病気みたいな人ばっかりだから。おかしいな。全員大喜利できなそうな感じの人しか俺も。いやでも東京タワーからの東京ドーム、いいね。ベタやな。東京ツアーベタベタやけど、いいもんですな。楽しい。どうなんですか、次徳島とか来る予定まだないんですか。
いやなんか、うん、その予定はその決まってはないけど、うんうんうん、ライドオンミュージック、ライドオンミュージック夏に、はいはいはい、その流れると聞いてるんで、うん、その時期狙っては絶対行きたいなと。見たいね。そうだから8月にその僕もトークライブとか毎月やってるし、うん、それと兼ね合いでイベントで出てくれたら最高なんですよ。めちゃめちゃいいよ。ちょっと夏の徳島一緒に盛り上げてほしいんですよ。盛り上げたいね。ちょっとまたどうなるか分かんないですけど、もろもろ決まったら発表中形で、はい、東京 Vlog、 Vlog がここでお開き。はい、アイアムは今一番聴いてほしい曲なんですか。今ですか、真夏の果実ですね、サザンの。サザンかい、自分らの曲やらしいサザンの真夏の果実、はい、出てきます、調べたら売れてるらしい、はい、あの曲、はい、聴いてください。ぜひ、はい、はい、お願いします。ほら今日はここまでということで、はい、もうちょっと遊んで帰ります。お疲れ様。ありがとうございます。